나오의 가네스물 데우스 또한 雪村様たちは 武器主力を引きつけてくれてるんで 早いとこ龍禅さんを見つけちまいましょう。 龍禅様は絶対助け出すんで。 観察も悲しそうな顔もういたくないし。 そんじゃ行きますか。 敵に見つからないように抜き足、差し足、忍び足。 敵の気配がまるで読めない。 こりゃどうも匂うぜ。敵の動き影が探る。半蔵の断面お願いしやす。足はこのお嬢さんと城内を回るんで。ちょっと聞きたいんだけど、龍禅様の居場所知ってたりしない？何やつ侵入者か。 敵に話しかけるかな。俺が叶う相手じゃねえか。 超いい感じ。 この調子でガンガン行っちゃうってことで。 行かない。 隠密コードって分かります？ 味方本体は大丈夫かな。 雪村様また無茶なことしてなきゃいいけど。 私も観察が心配だし。 さっさと龍禅様見つけてみんなのとこ行かないと。 簡単に言ってくれるにゃ。 さっきから足引っ張ってるのはそっちなんすけど。 悪すぎたか。 教えてくれたりしない？敵地に踏み入り堂々たる態度。こちらの油断を誘う策か。覚悟。じゃあそういう策ってことで一つ。てか人質取るとかひどくない？観察も龍禅様もかわいそうなんですけど。驚くほどまっすぐ。 なんと言われようとそれがしは引かぬ。ふん。だったら私も本気で行くんで。まさかこれほどとは。ここは引くしかあるまい。なんか落としてったみたいだけど。それって何？ 意外とやるじゃん。助けに来てくださったか。信じて待った甲斐がありましたぞ。なんか別の人助けちった。 この先には聖斎様がいらっしゃいます。急ぎお救いください。聖斎も龍禅様を守るために従ってるはず。事情を話したら味方になってくれたりして。ねえ、観察観察って言ってるけど、どこがそんなにいいわけ？そりゃ超かっこよくて超強くて。 いいとこしかない。それならユキムラ様だって強いし優しいし、まあ足は忍びなんて関係ないですけど、龍禅様を連れ戻せば松雲殿も味方してくれるし、それに腕輪ももう一個見つけられそうなんで。そうすればこっちの腕輪は5つ、正気はこっちにある。ってことでどうでしょう。 あなたたちの力、そして状況は分かったわ。一緒に龍禅さんを救って。
龍禅様の居場所は分かってる。でも結界があって近づけない。結界か。あ、そういやこんなの拾ったんすけど。それは結界を解くための必要な鍵。でも一つでは用をなさない。他も集めないと。聖斎様、やはり連合軍の方へ。こうなっては戦うしかないようですね。私はこの人たちを信じる。そして必ず龍禅様をお救いする。やむを得ません。私がお相手いたしましょう。なんという強さ。ここは引く。そのタッチ忘れない。あなた方の過去もよくわかりました。求めているものは義継様がお持ちのはずです。なぜそれを。今は信じるしかない。城が騒がしいみたい。留守にしている間に侵入者かしら。任務全うする。まるで夢のような妙な気配ね。これも何かの技なのかしら。肝臓の旦那でもさすがにあの数は厳しいんじゃ。足が助け立ちしますで。ここは手分けした方がよくない。私たちは結界解くやつ探すんで。現れたようだな。侵入者は撃退する。残念だが、そういう流れだ。ここで怪物とか超困るんですけど。とりあえず指揮してるやつを倒せばいいんだっけ。自由で葬ってくれるわ。勝った方に流れが。それだけの流れっていうか、結界を解くためにあんたの持ってるものが必要なんですけど。勝者に従う流れか。欲しければ持っていける。どの道5つ揃わぬが意味をなさない。何その言い方。絶対全部集めてみせるし。子供騙しね。つまらないわねえ。誰か夢も見ないほど私を疲れさせて。そうしてくれたらいいことを教えてあげる。人の後ろに勝手に入るなんて悪い子だね。お仕置きだ。ごめんなさい。やっぱあのなんとか日光の人か。そうじゃないかって気はしてたけど。エネミコで気配を消してたけど、そろそろいいかな。へえ、あんた意外とやるじゃん。あらまあ、張り切ってらっしゃること。忍びの技の見せ所だよ。ねね忍法、分身の術。真田の忍びとしてここは負けられない。ドローン。
侵入者か。捕らえてお姉様に報告せれば。ほら広間さん、ふんばっか家がこってんじゃねえぞ。なんかうるさそうなのがこっちに向かってきてるんですけど。体の動きも鈍い。約束通り教えてあげる。あなたたちが求めるものは長江殿が持っているわ。ありがたいけど、なんか大変そうなお姉さんだね。なんか落としたけど。って、これ探してたやつじゃん。清正、正則、城に入り込んだ子捕まえて。頑張った子はいい子用化してあげるからね。絶対俺が捕まえる。待て、正則、俺が行く。元気が良すぎて困っちゃうよ。一休みしないとね。どうぞごゆっくり。あっしらその隙に進ませてもらいますんで。情けないですよね。
誰一人侵入者を止められないだなんて。これでもみんな頑張ったんだよ。ただ相手が元気よすぎちゃってね。うちの人のためだもの、頑張ったってとこ見せないとね。このままでは我が君の立場に触りますわ。この私が簡単に膝をつくとでも。甘く見ないでいただけるかしら。うちの人のために思いっきり行くからね。人妻の迫力怖いにゃあれ持ってるのどっちなんだろう。解けるとは。助けてくれて感謝する。龍禅様、ご無事で何よりです。お救いできて本当によかった。